コンスタンチン・コンスタンチノビチは、ロシアの皇族、ロシア公。ロシア大公コンスタンチン・コンスタンチノビチとその妻、エリザベータ・マブリキエブナヒとの間の第4子、三男。ニコライ一世の彦。父大公と名前及び父称が全く同じであるため、若いを意味する村は地位をつけて区別する場合もある。コンスタンチンは演劇界に憧れを抱く、物静かで、内気な少年だった。彼は、騎兵学校に学び、サンクトペテルブルク陸軍大学に進んだ。長兄ヨアンと姉のタチアナが結婚すると、コンスタンチンも自分の家庭を持ちたいと考え始めた。彼は、最初、皇帝ニコライ2世の長女オリガに憧れを抱いていたが、やがて、ルーマニア王フェルディナンド1世の娘エリサベータとの結婚を望み出した。しかし、長兄のヨアンがセルビアをペータル一世の娘、イェレナを妻に迎えている関係で政治的に問題があるとして実現不可能になった。コンスタンチンは新たな結婚相手を見つけることもないまま第一次世界大戦が始まると4人の兄弟たちと一緒に従軍した。1918年3月、コンスタンチンはボリシェビキによってウラル山脈に連れて行かれ、アラパエフスクの坑道内で銃殺された。長兄のヨアン、弟のイーゴリ、また、従弟のウラジーミル・パーレー公爵や、その他の親類縁者も一緒に処刑された。彼の遺体は、北京の正教会墓地に埋められたが、その墓地は後に公園を作るために破壊された。ありがとうございます。